こんな風にサプライズでお祝いしてもらうのは、なんていうか少し照れちゃうわね。でもそれ以上に嬉しい。あんたの気持ちがとってもとってもね。たまには私だって素直になるわよ。それが準備してくれたあんたへの礼儀だし、感謝の気持ちだもの。何よ、人の顔をジロジロ見て。え、顔が赤い？ちょっと人をからかわないでよね。でも伝えられてよかった。だってあんたがそんな風に笑ってくれたんだもの。あら、時間通りだと思ったけど待たせちゃったみたいね。あんたが待ち合わせで私より早く来るなんて初めてじゃない？紳士としていい心がけよ。それで私に何か用なの？あ、これって誕生日プレゼント？あんた私の誕生日覚えててくれたんだ。ありがとう、とっても嬉しいわ。スズメや救護員の子供たちだけじゃなくて、あんたにも誕生日を祝ってもらえるなんて、今の私結構幸せ者ね。お祝いにみんなでお茶会の準備をしてるの？ふーん、なかなか気が利くじゃない。だったら早く行きましょう。時は金なりよ。じゃああんたにはエスコートをお願いしようかしら。よろしくね、素敵な紳士様。